それでは Practice Questions の後半部分の解説を始めていきましょう。Question 11から20までです。Question 11の質問はこんな英文でした。Number 11. Aren't you supposed to be in a meeting right now? さあ、頭は are で、be 動詞で aren't で始まっていますね。ここを押さえていただきたい表現は be supposed to という組み合わせの言葉です。be supposed to で何々することになっている。トイックでは非常によく出てきます。ぜひ覚えていきましょう。何々することになっている。どういうことになっているかというと、be in a meeting、会議に出ている。right now、今まさにということで、全体としては今会議中じゃないの？廊下で出くわした同僚に、あれ会議に出てるんじゃなかったの？なんでこんなところにいるの？という意外性を驚いた人のコメントです。それに対してどんな応答があれば会話として成立するでしょうか。選択肢の A を見てみましょう。鉛筆は A のマークの上です。 A No, it was postponed。 B 動詞で始まる疑問文ですので No という答えは問題ありませんね。続いて It was postponed。 Postponed、 これもトイックでは非常によく出てくる、語彙です。会議とかイベントが延期されたという時に、大体受け身で使われますけどね、be postponed でもって延期されたという表現です。今会議中じゃないの？いや、会議は延期されたんだということで、これは正解の組み合わせとして良さそうですね。では鉛筆を A に置いたまま B を聞いてみましょう。 B I suppose I could accept that、はい、これは suppose に対して I suppose というキーワードをかぶせています。これは何度も出てきています。どうだ。